でまあ何やかんやまたいつもと同じように、測量した後に、資料を精査して、まあ何するかっていうと、要は周りの方のご意見とかね、まあその地域によって風習とかあるんでね、あのここの水路は2人で切羽して作ったもんやとか、教会自体はここはいいけどうちはここまで使わせてもらってるとか、なんかそういういろんな事情があったりとかするんで、まあ、そんなんとかをいろいろ聞いたりとか、まあ、資料を集めたりとかして、まあおおむねここら辺が教会になるんだろうねっていうので、それを要は、最終的には所有者さんと、まあ、土地のね所有者さんと隣地さんに、納得してもらうっていうのが僕らのメインの仕事になって